カサトマルは明治時代後期から終戦にかけて移民船や漁業公船などに使われた厚生化客船である。明治時代後期から昭和初期にかけて外国航路や台湾航路用の船舶として用いられた。ハワイやブラジルへ移民が開始された時に移民船として使われたことでもよく知られている。移民用客室としては船底の貨物室を 小棚のように2段に仕切って使用した。最大1000人程度の移民を収容できたと見られている。その後漁業航成に改造され、漁業会社を転々とする。最後は、過客船として、最初に席を置いた国である、ロシア帝国の事実上の後継国に当たるソ連の手によって太平洋戦争終結直前に、かさとまるは1900年6月13日、 イギリスのパシフィック汽船会社の可客船ポトシとして、イギリス入荷するアポンタインのウィンガム、リチャードソン造船会社で浸水したが、偽装中に、ロシア義勇艦隊に売却され、火山に改名。同年8月25日に竣航した。1904年2月6日、日露戦争開戦に伴い、ロシア海軍の義勇艦として参戦する。1905年5月12日、 旅順港内で被弾し鎮座していた道船を日本海軍が不要し捕獲。同年6月3日に海軍省に移籍し、クレチンジュフ署官の可逆船カサトマルに改名する。船名はカサト島からダホ前の船名等とが似ていることから名付けられた。同11日、カサトマルは大連港を出港。同12日に佐世ブ港に到着し、 佐世保海軍交渉で仮修理が行われた。修理中の同19日に海軍運兵船に類別変更。仮修理完了後、笠戸丸はクレコに移動し、クレ海軍交渉で本格的な修理を受ける。8月14日に修理完了となった笠戸丸は、翌15日に陸軍船となり軍事輸送に従事。日露戦争終戦後は、 満州からの兵士引上げ任務に従事する。1906年6月25日、海軍省に返還された。1908年、サントス港にて、同年7月22日、東洋汽船に運航が委託され、南米西岸航路に就航する。8月26日、ハワイ移民646名を乗せて、神戸港を出港。1907年1月5日には、 第4次ペルー移民452名を乗せて神戸港を出港。6月4日、メキシコ移民275名を乗せ横浜港を出港。10月23日、メキシコ移民294名を乗せ横浜港を出港。1908年4月28日、広告植民会社の依頼により、ブラジルへ第1回移民781名を運ぶため。 サントス港に向け神戸港を出港。公開中の6月15日、家父長が船員に視察される事件が起きたものの、18日に、カサトマ丸は無事にサントス港に到着した。8月12日、海軍省に返還。9月12日、大阪商船が台湾航路に使用するため要船。1910年4月8日、台湾航路に就航。 1912年3月31日、大阪商船に売却され、南米航路の第一線となる。1916年12月29日、南米航路に就航。1930年4月21日、遠崎予吉に売却され、岩志港船に改装される。1931年、東洋工業に売却され、翌1932年に、 ミール公船に改装される。1934年、新興水産に売却。後に、太平洋漁業に移籍する。1939年、日本水産に移籍。太平洋戦争開戦後も変わらず、公船として活動。戦時中の1943年、水産統制令により日本水産の漁労部門が、日本海洋漁業統制として設立されることに、 ともない遺跡。1945年8月9日0900、カムチャッカ半島、ウトカ港で水産加工品の積み込み中、突然、ソ連兵士が来船し、乗船者全員に下船する、要命令。1030、数名の病人を残して、下船を終えた乗組員に、ソ連将校により、ソ連が対日戦に参戦したことを知らされ、そのまま全員が捕虜となった。 カサトマルは沖合に出された後、1355に飛来してきたソ連爆撃機の空爆を受け、数名の病人を乗せたまま被弾沈没した。終戦後も乗り組員は、シベリア抑留となった。以下のものに、カサトマルが描かれている。ありがとうございます。